はい、というわけでこんにちは。はい、クロちゃんこんにちは。はい、シマもこんにちは。というわけで今回はですね、トイレを買いました。またね、第2回目のトイレということでね、自動トイレですね。はい、自動トイレを買ってきたので今から持ってきて作りたいと思います。というわけでこちらペットキットプラマックスですかね。はい、こちらをね購入しました。今回もね実費で買ったので忖度なくいろいろね思ったこと言っちゃいたいと思います。前回買ったのがあちらですね。8万円ぐらいしました。8万円9万円ぐらいしたんですけども、これね自動トイレあるからまたなんで買ったんだと思う人いるかもしれませんが、これ狭いんですよね。図体だけでかいくせに。だからね、シンバはね、この中入れるんですけど、パールとかはね、まあ入れんことはないけど、トイレ一回もしなくて、もう誰もしない、もう、シンバくん専用の自動トイレとなっております。普段ね、他のお三方は、こちらのトイレでうんちしてるんですけども、このね、ちょっと分厚いこういう砂っていうのはね、その猫ちゃんが普通に嫌いなんですよ、この、踏んだ感触とかが。だからね、ここら辺の縁に乗ってうんちをしているんですよね。普通にここに座ってやるときもあるんですけども、ほとんどが縁に乗ってうんちします。そういう方いらっしゃいませんか？だったらね、こっちに使っているような細かい砂をね、これですね、使いたいなと思って。でもこのトイレ自体はその細かい砂対応してないんで、だったらもう自動トイレ新しいの買おうじゃないかということで、はい、こんにちは。なんかこれでね、ペットキットっていうのはね、水やり器にもね、使っているもので、自分的にはちょっとお気に入りなんですよ、これ。これ何がいいかってね、そのままね、パコッと外せるんですよね。このままほら、こうやって、このままこうやって持ち上げて、水変えて、水変えたらここに置くだけみたいな。この中が電源がワイヤレスで電源できてて、ね、ここのすごくね、いいんですよ。で、アップと連携してるから、フィルターもね、そろそろ変えてくださいっていうのが分かったりするようなもんで、そのペットキットのトイレを買ってみましたので、今から開封していきたいと思います。お値段大体5万円ぐらいですかね。こちらも一応今回の概要欄に、ね、一応貼っておきますので、まあ、実際どうかわからないんでね。はい、というわけでいきなり来ました。俺は子供かよーと突っ込みたくなります。こんなステッカーもらって誰が嬉しいんだ。うんちのステッカーはちょっと欲しいかも。はい、じゃあ開けていきましょう。先日もね、メンバー限定生放送した時も、まあ、映像をご覧ください。ラピスのトイレシーン、どうぞ。どに乗るんか。お、掘って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 、うわそんなギリギリに生きてあげうんちーになったよ。はおフラ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 しよ。出よらん、大丈夫。え、その状態でうんちしようますか。嘘やろ。うわやば、ちょっとナーション、うんち漏れとるやん。いやんじゃないって。掃除しよう。ちょっと待ってください。え、そんな大事でしょ。初めて見たけど、なんちゅう大勢でうんちしよう。パール、そこ頭きついやろ。めっちゃ出るしさ、みんなおかしいぞ、なんか。うん、上手。下手くそ、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 下手くそ。ちょ、俺がしたらこれ、怖い。うん、しゃい。下手くそ、下手くそ。長野の関係、絶対関係ないよ、そこ。ああ、面白。意味ないよそれ。それはラピスのうんちがあるからやめて。みかんでいいよ。あ、ありがとう。ラピスの分も隠してあげよう。優しいやん、ファール。ラピスの分もしてあげたやん。これはなんだ、砂によってはアタッチメント変えてくださいみたいな。これはもともとついてるんですけど、多分そういうもんだと思いますが、これじゃなくていいですね。私はなんか謎のものがいろいろついてますけども、まあ、とりあえずつなげてみましょう。多分アプリと連携とかがまた必要になってくると思いますので。おお、これですね。この中に、あ、消臭剤でしょうか。うわすごい、ゼリー状の消臭剤を
ここに入れるそうです。匂いがすっきりする。やばいね、こうしておくんだな。これで消臭剤のセットが完了と。で、これが多分ゴミ袋かな。あ、ゴミ袋だ。あ、すごい、トイレットペーパーみたいになって、途中でこの切り目がここにあるから、これね、これを多分こうだ。ほら、すごい、あ、すごい、こういう感じね。あ、これ爆破とか、なんかシンバが攻撃してます。広げて、これね、うんちが溜まったら最後ね、ここの両紐をねバシッて引っ張ったら結ばる、結ぶ、結び目ができてみたいな、結構楽ちんだそうです。こんな感じでしょうか。これ運んでいきます。おーい。カメラ勝手に映るようや。はい、使うのはこちらですね。シンバー君御用達のトイですな。これもね、ガイロン貼ってきます。線の底まで、この線まで入れていいと。何キロって設定したら、誰がトイレしたとかも詳しくわかるそうです。ちなみにこっちにもその機能あるんですけども、もう本当にね、体重の測定下手くそなんで、8万円の価値ありませんから、こっちの方はね。シンバー君がもうお気に入りなので今使ってますがね。そういうのもね、一袋丸々入れました。こんな感じですね。大丈夫です。クロちゃんは 5.7 キロなんで、みんな追加しとこうかな。全員登録しよう。カメラで顔も撮れるって。こういう風にね、こういう風にね、今登録したんで、ラピーの顔写真撮ろうと思ったら、え、これなんか砂掘りようやけど、これはもしやちゃんと中でしてくれるか。縁に立たずに、あ、いいぞいいぞ。でも中結構スペースがあるんですよ。これパンパンに見えて、見た目がスタイリッシュというか、あ、シンバ君叩かれた。顔取らせて。あ、いい顔。いい顔。これをアイコンにしたいと思います。1.5 キロから10キロの間の猫ちゃんのみだそうです。よし、できたそうです。準備できました。初心者向けガイドつって。はい、初心者向けガイド見ていきましょう。はい。do not please the latter。わかりませんね。なんか下にマット引いてくださいって書いてるんですけども。これがね、ちょうどマットなのでね。問題ないでしょう。まっすぐのとこ置いてくださいと。奥行きはちょっと離してくださいと。前にセンサーがあるんやって、この緑のところに。これね、緑のところにセンサーがあるので、月に、うわー、こうやって可愛くしてくださいってステッカー貼るんや、こうやって。そのためのステッカーやったんやね、これ。誰がね、あんなステッカー貼るかって。ダッサい。あんなステッカーを。さあ、というわけでアップグレードが終わりました。あとは皆さんが使ってくれるかどうかなんですけども、使ってくれたら嬉しいなと思います。じゃあ何日後かわからんけども、多分ね、誰かが使ってくれると思うので、その動画今からご覧ください。どうぞ。おはよう。あ、ダメ。おはよう、みんな。みんなおるやん。クロちゃんもおはよう。あ、みんなおいで。クロちゃんもおいで。うん。ラッピー。あ、来た来た来た。おはよう、ラッピー。どうか。おはよう、クロちゃん。うん。うん。
次回、クロちゃんのお尻が臭い臭い、臭い臭いのシンバくんのお顔をお楽しみください。お尻によって、臭い顔。臭ー